今日はマッチングアプリ女子でいいねの多い女性の写真の特徴と少ない人の写真の特徴についてお話ししていこうと思います。で、この内容はまあ正直有料級やと思ってて、なんでかって言ったら、僕がまあ半年ぐらいね、マッチングアプリをまあ5つぐらいかな、まあ、もっとか見たり、まあ自分自身でやったりとかしてて、で、そこで、まあ、どういう風な人が、まあ、いいね多くもらってたり、まあ、どういう人はいいねが少ないんだろうっていうのも、並行してね、こうやって YouTube やってるから、考えながらやってたんですよ。そしたら、やっぱりその統計データっていうのがだんだん出てきて、あ、やっぱりこういう人っていいねが多いんだなっていうのが、まあ、浮き彫りになってきたんですよね。で、それをね、今回ちょっとお話ししようと思うんですけど、やっぱり写真って一番大事やったりするんですよ。もしかしたら、女性よりも男性の方がまず見た目の第一印象を大切にしている可能性があるんですよ。やっぱり視覚からの情報って、そもそも人間って印象の大部分を占めていったりとかするのはもうご存知だと思うんですけども、まあ、特に男性っていうのはやっぱりその視覚からの情報を大切にしてるなっていうふうに思うんですよね、まあ、最初はってことですよ。なので写真が良ければやっぱり、ね、スワイプとかね、こうやってあのスクロールしていくタイプいろいろありますけど、まあ、そこでまあ見た目、あ、なんかこの人いいなとか素敵な雰囲気だなって思わせないと、まず開いてすらもらえないじゃないですか。なので今回は第一印象である最初の1枚目の写真を、よりいいものにするためにはどうすればいいのかっていうのを、僕がいろいろ学んできたというか、蓄積したこの情報を皆さんに発信して還元していこうと思いますので、ぜひ最後まで見てください。ではですね、いいねが多い女性の特徴っていうのをまず最初に発表していこうと思います。はい、まあ、メモしてきたんですけども、まずいいねが多い女性の特徴っていうのは、まず第一に笑顔です。これ皆さんこれ当たり前やんって思うかもしれないんですけども、マジで笑顔の人と笑顔じゃない人でいいねの平均の差が全然違うんですよね。まあ、逆に笑顔がなくていいねが多い人っていうのはよっぽど綺麗かったり可愛い人だと思うんですよ。でもそういう人ってまあ当たり前ですけど、まあ一部じゃないですか。そんな、まあ、芸能、まあ、僕自身がそのずっと16歳から10年以上芸能界にいて、いろんな女優さんとか見てきましたけども、あんまりそういう人って、まあ、いないわけですよ。やっぱ主演級とかそのレギュラーで出るような人って、まあ失礼な話かもしれないですけど、まあそれはもう当然いなくて、なのでまあそもそもやっぱり笑顔とかそのいい雰囲気、なんかその好印象を与えるのって真顔でこんなんでいい印象って抱けないじゃないですか。だからやっぱり笑顔で、笑顔にも2種類あると思うんですよ。そこの口を閉じた、もう僕あの上手くないかもしれないですけど、まあ、っていう笑顔と歯を出したいいって笑顔あるじゃないですか。歯を出してる人の方がいいねの数が多い傾向にありました。なので、皆さんもこの笑顔っていうのはかなり意識して撮ってもらったらいいかなというふうに思います。で、次がご飯と一緒に写ってる写真ですよね。まあパスタと一緒だったりとか、あとなんかお菓子でもいい、かき氷とかね、そういうのとかでも一緒でもいい、そういうのと一緒になんか写ってる写真の人は、まあ、いいね数が多いんだなっていう印象がありました。で、まあこれ今はいろいろ喋ってますけど、もちろん例外はあるんですけども、まあそういう傾向にあるっていうだけの話なんで、まあこうしたからって絶対いいねが増えるかって約束はできないけど、僕が見てきた中で統計データ的には共通して言えることかなと思って今喋ってます。で、次が運動してるところ。まあ何かしら体を動かしたり運動してるようなのが分かるような写真っていうのも、もしかしたらこれはメジャースポーツの方に限るかもしれないけど、共通する趣味みたいな形でいいねが増えてる可能性があるんですけど、そういう意味合いで、あとちょっとアクティブそうな人が好きとか、まあ、そういう層に刺さると思うんで、体を動かしたりするのが好きな人とかアウトドアな人とかだったら、それいいねにつながるのかなっていう、だから見た目とかじゃなくてそういう趣味とかですよね、そういう方向からのいいねを狙っていくっていう方法もあると思います。で、僕なんかはすごいインドアで、まあ、見てもらったら分かる通り、この家の中でちょっと YouTube 撮ってアニメ見てね、最近で言った海外ドラマのプリズンブレイクとかね、ちょっとハマってるんですけど、もう全然外に出ないですけど、それでもあでもそういうアクティブな女性も、あ、なんか素敵だなって思わせるような、感じはあります。で、次が後ろ姿です。後ろ姿で、後ろ姿って言ったら、微妙なんじゃないって思われるかなと思うんですけど、もちろん後ろ姿だけじゃダメなんですけど、体型が分かる写真っていうのは結構大事だと思ってて、で、もちろんこう体型っていうのはみんな聞いてたら、いや、それどうせスタイルがいい人がやってるからでしょって思われがちだと思うんですけど、全然そういうわけじゃなくて、世の中には好みの体型っていうのがあるんですよ。
例えばスリムな体型でもう本当にあの骨みたいな人がいたりとかするじゃないですか。大丈夫、足折れそうやけどみたいな細さの人からちょっとふくよかな感じの方までもう本当に好みのタイプが変わってくるんですよね。で割となんか私ぽっちゃりしてるしとかで自信持ってない女性って結構いるんですけど、男性からしたらそのムチムチした感じが好きっていう人ってほんま一定数割と多い人数でいるんですよ。これは本当にこれ趣味の問題やと思うんですけど、僕は結構細い人が好きやったりとかするんですけど、そうかみたいな、俺はちょっとむっちりしてる方が好きやけどなっていうこと結構あるんですよ。もしかしたらむっちり好きな人の方が多いかもしれんぐらい。なのでまあ、本当にどんな体型が好まれるかっていうのは分かんないんで、やっぱり全体お腹から上とか、まあ、まあ本当にスタイルが分かるような写真は、まあ、最初でも、まあ、2枚目3枚目でもいいんで入れとくと、これはいいねが増えるそのきっかけになるかなというふうに思います。絶対に誰かしらの趣味というかその好みに合うなっていうのはもう間違いなくあると思うんでやってください。で次、挑発、これはね、まあ単純に単発というか、まあ、ショートヘアの人よりもロングヘアの人の方がまあ EN 数が多い傾向があったっていうだけで、本当にこれも趣味やと思うんですけど、まあ、そういう傾向があったってだけですね。まあ、多分そういう世の中 100人男いたら挑発を選ぶ人の方がやや多いのかなっていうようなぐらいだと思います。全然似合ってれば何でもいいと思います。これ可愛い雰囲気って書いてあるんですけど、これはなんか、まあ、笑顔にも関わってくるかなと思いますし、次のピースって書いてあるピース、これなんか笑いながらピースってやってる子のなんかいいね数多いです。全員が全員じゃないんですけど、だいたい多い8割ぐらいはいいってピースって笑いながらピースしてる人は、うん、いいね数多いっすね。何百とかいってると思います。はい、次はこれ結構大事ね、白いアイテムですね。だからこういう白の服とか白いバッグとかなんか白が画面の中に入ってる人は結構いいね数が多いっていう統計を得られました、僕の中でね。はい、でこれなんでかって考えたんですけど、やっぱり白っていうのは純白というか潔白というか、なんかそういうなんか何者にも染められてないような、 なんか清潔感清楚感っていうのが出されるんじゃないかなというふうに、まあ、考察したんですけど、そういった理由で、まあ、白のアイテムを入れるっていうのは結構おすすめかなというふうに思います。で次、パワフル元気って書いてあるんですけど、これはまあ本当運動にも似てるんですけども、なんか僕が印象的だったのはなんか本当そんなとっても美人さんとかでもないんですけども、なんかそのこういう感じのイエーイみたいななんかポーズしてる女性が500ぐらいいいねついてて、なんでやろうって考えたんですけど、やっぱりそれはアクティブでそれやっぱ力強くてなんか引っ張っていってくれるような、最近多いなんかちょっとなんか気の弱いなんかもじもじしたなんかなよなよしたなんかどっちつかずの男の人って結構多いじゃないですか。僕はあんま好きじゃないんですけど、でもそういう人はそういうパワフルななんか女性に惹かれたりとかすると思うんですよ。じゃあ例えばレストランに行きました、僕どうしようかな、パンもいいし、いやピザもいいしパスタもいいし、どっちにしよう、じゃあもうパンもパスタも食べたらいいじゃんって、残ったら私食べてあげるからみたいな、もういったそういうパワフルな女性に惹かれる男性っているのかなっていうふうに思います。まあ、僕はまあどっちかっていうと逆パターンで、まあどっちも食べたらいいやんって、俺残ったら全部食べるからさっていうタイプなんですけど、その言うたらそれがいいなっていう女性がもし一人でもいたら、まあそれの逆パターンもあるよねっていう話ですよね。で最後はこれはね、なんか持ってていいアイテムなんですけど、カメラですね。うん、カメラを持ってってる人はなぜかいいね数が多い。これはなんでか分かんないですね。写真好きな男性多いのかな。そういうわけじゃないと思うんですけどね。これ謎ですけど、カメラなんか持ってる人多いです。で次、いいねが少ない人の特徴なんですけども、これがまあドアップすぎる人、もう言ったこのアップ数、こんな近くで撮ってる人みたいな。こんなにねアップでなんかやってたら体の体型も分からないじゃないですか。だからもう何やろ、このアップじゃ何も分かんない、顔の大きさもそのスタイルも分かんないし、もうちょっとよく分かんないからいいねが少ない、めっちゃ加工してるとかプリクラとか、これも、参考にならないから分からない。で顔がもう見えてない人もそうやし、あとお酒持ってる人、これ意外とねそのいいと思ってやってるんかもしれないんですけど、お酒を持ってる人結構いいね少ない。でお酒が飲める人の方が男性って喜ぶんじゃないのって思ってる女性も多いと思うんですけど、これはほんまに人によると思ってるんで、2分の1ぐらいやと思っといた方がいいと思います。例えば僕なんかお酒全然飲めない人の方がタイプ
やったりとかするし、だから飲まなくていいし、でも飲めるなだったら飲めるって楽しいねと思うんですけど、まあ全然どっちでもいいんですよね、僕からしたら。お酒に関してはまあ飲めないぐらいの方が安心かなっていうような、なんかいっぱい飲まれてなんかあったら怖いしとかいうようなことはあるんで、まあ、それぐらいの意味合いで、まあ、お酒飲まない人とか飲まない人の方がいいなって思うっていう理由はあるけど、まあ飲めるなら飲めるで楽しいと思うし、まあ、どっちでもいいっていう感じですね。で、男性に聞くと、まあやっぱお酒飲める方が一緒に飲めて楽しいやんっていうタイプの人もいれば、あ、僕も飲まないから飲まなくていいっていう人ももちろんいるわけで、必ずしもお酒が好きとは限らないんで、お酒の写真を、まあ、1枚目に持ってくる必要はないのかなって、もっと後ろでもいいかなっていうふうに思います。まあ、3枚目4枚目とかってことですね。で、これはね、さっきの白っていうのと真逆で、背景が真っ黒とか夜とかの写真を載せてる人はあんまりいいね数が多くない。やっぱりさっき言った白のイメージより黒のイメージの方がなんかちょっと警戒しちゃうのかな、人間の心理わかんないんですけど、まあそういう意味合いで、まあもちろんね、ほんま黒のワンピースを着てて綺麗な人がね、いいねたくさんあるっていうパターンもあるんですけど、まあ統計的には白背景の方が多いかなと思います。動物、これも意外と、あの動物と一緒に写ってるのはアイコンとか1枚目にしてる人結構いるんですけど、これ意外なんですけど、本当あの動物あんまりいいね数多くないですね、皆さん。これ全体的にね、っていうのも、まあ、例えばじゃあ僕なんかは犬猫アレルギーなんですよ。で、僕本当は獣医になりたかったんですけど、もう犬猫アレルギーやし、あー、なんか途中から血も見れなくなったから今薬剤師、6年生大学の中で薬剤師を選んだんですけど、まあそういうような形で、まあ、犬猫あんま好きじゃない人も一定数いる。てか僕犬猫好きなんですけどね可愛いなと思うんですけど、まあ、僕がアレルギーじゃなければ恋愛対象ないやなんですけど、僕なんかはね、ウサギ飼ってるからウサギとか言いますけど、動物写真あんまり好かれないというか、動物苦手っていう人も結構いるから、その分の影響でいいね数がちょっと反映してるのかなっていうふうに思います。話の中でね、その実家で飼ってるとか言うんだったら全然いいと思うんですけどね、あの一枚目に持ってくる必要はあんまないのかなと思いますね。で、次、ギャル、ギャルっていうか、これカラコンとか化粧が濃い人、まあ、これはプリクラとかね、加工とかと似てくると思います。あの顔がよくわからないからね、あんまりいいねが稼げないのかなと思います。はい。で、まあいろいろね、今話してきましたけども、体型とか年齢とか正直関係ない、僕見てて思いました。何歳だろうが、どんな体型であろうが、いいね多い人は多いんですよ。もうだから容姿あんま関係、いや関係ないって言ったら、まあそのおかしいんですけど、そのさっき言ったような、そのいいね数が多い人の特徴を捉えてる場合においては、本当にまあいろんなものを問わずいいね数が多いなと思うし、人気が出る会員さん、人気の女性になってるなっていうふうに思いますので、まあ今日言ったいいね数が多い人、好印象な人の内容を、まあ、全て盛り込んだ写真とかにしてみて、今後のマッチングアプリやっていってもらったら、少しはために役に立つのかなっていうふうに思います。はい。じゃあ、今までもね、ちょっとこうやってマッチングアプリたくさんそういう動画出していってるんで、今後とも出していこうと思いますので、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。